異端審問とは、中世以降のカトリック教会において、正当信仰に反する教えを持つという疑いを受けた、ものを裁判するために設けられたシステム。異端審問を行う施設を、異端審問書と呼ぶ。一口に、異端審問と言っても、中世初期の異端審問、スペイン異端審問、ローマの異端審問の三つに分けることができ。 それぞれが異なった時代背景と性格を持っている。なお、魔女狩りは異端審問の形式を一部借用しているが、その性格はそもそもキリストを信じないとされる人々で、あるため全く別種や実施された地域、時代が異なっているため、異端審問とは別種のものと考えるのが適切である。異端審問は異端を根絶することを目的としたシステムであり、 イタン新聞書とは、イタン新聞を行う、施設のことを言う。初期キリスト教においては、キリスト論など多くの進学論争が行われたが、コンスタンティヌス帝による公認以降、キリスト教とローマ帝国の統治システムが統合して、いくと、一種の協議理解を容認しておくことは統治システムの安定を揺るがすものと危険視されるようになっていった。 それ以降、教義について異なる意見が提示された場合や、意見の対立が起こった場合は、しばしば教会会議や、公会議によって、討議、判断され、誤謬とみなされた説は、異端として退りけられた。この過程によって、キリスト教神学は徐々に理論化され、確立されていった。このように、正当と異端という問題では、宗教問題という形式の裏に、常に、 政治問題と権力者の意向を見え隠れさせていた。異端審問が確立する以前は、異端審問は、司教固有の権限とされていたが、それ以外にも、世俗の権力であったり民衆であったりすることがあった。ラウール・グラベルの年代記によると、1022年には、フランスのオルレアンで十数人の異端者が捕獲され、当時のフランス王ロベール二世は家計を命じたという。 西洋視野の渡辺正美によれば、この1022年のオルレアンでの事件が契機となって、異端の発覚が本格的になったという。西洋においては、西ローマ帝国の滅亡とその後の混乱期において、キリスト教異端問題はあまり取り上げられることはなかったが、12世紀以降西洋の諸勢力が各地において権威の集中化を目指す中で、異端者が、 再び統治システムの安定を揺るがす危険分子と見なされるようになっていった。中世における異端審問の数が増え始めた契機として、1022年にフランスのオルレアンで起きた異端者の処刑事件がある。この事件が起きた際、オルレアンの会議に招集されたブルージュ大主教のゴーズランは、スペインのビッグ主教オリバに対し、異端の発覚を憂う手紙を書いている。 その後、11世紀中盤までに、異端発角の報告が17件を達し、急増している。その後、11世紀後半には、異端発角の数が、沈静化したものの、12世紀に入ると、再び急増を始めた。12世紀に、中世の異端新門と呼ばれる、最初の異端新門が始まったのは、南フランスにおいて語り派が、 その影響力を拡大したことが直接の契機であった。先に述べたようにしばしば異端問題は政治問題であり、地域の領主たちが治安を乱すとして個別に地域内の語り派の捕縛や裁判を行っていたが、そういった従来の方法をまとめた形で出された1184年の教皇直書アド・アボレンダムによって教会による公式な異端審問の方法が示された。 そこで定められた異端審問は各地域の司教の管轄において行われていた。司教たちは定期的に自らの教区を回って異端者がいないかを確かめるというものだった。教会には一般的な司法権や処罰権がなかったこともあって、このシステムはそれほど厳密に適用されていなかったが、その後世族の領主たちが教会の異端審問を補助する形で、 異端審問で有罪判決を受けた者を引き取って処罰するようになると様相が一変した。特に新生ローマ皇帝フリードリヒ二世は第4ナテラン公会議が採決した異端審問のシステムを帝国法に取り込んで法制化し自らの権限において最高で死刑にまで処することができるようにした。一般の国訴訴訟では事実によって証明された 国訴人の証言に基づいて裁判が行われていたが、異端審問の場合は、異端審問官が、自らが起訴し、自らの裁量で裁く点で大きく異なる。噂や密告者の証言などを証拠として逮捕でき、被告に証言者の名を告げることもなかったため、悪意による偽証がまかり通った。1252年にインノケンティウス4世によって、 公式に取り調べに拷問が取り入れられ、被告人に自白が強要された。1209年に始まったアルビジョア十字軍の結果、異端とされたカタリ派、バルド派を追求するために、南フランスに異端新聞所が設置され1232年に活動を開始した。従来の司教たちが新聞を行う形に変えて、教皇が直接任命した。 異端新門館が各地を回って、異端新門を厳密に実施するようになった。このような形式を整えたのは、当時の教皇グレゴリウス九世であり、異端新門館は当時学問の盛んな、修道会として知られた、ドミニコ会員から任命されることが多かった。グレゴリウス九世による、異端新門は1234年には、スペイン1255年には来た。 フランスへと広がり、アルザス、ラインラント全域に恐怖と怒りを引き起こした。その後、14世紀にはオーストリアに異端新聞書が設置され、多くの異端者が迫害された。当時の異端新聞がどのように行われていたのかを知るための資料としては1307年から1323年まで、トゥールーズの異端審問官を務めたベルナール・ギーノ、表した異端審問の指針。 1376年頃に、スペインの異端新聞官だったニコラウ・エメリコが記した、異端新聞の指針などから知ることができる。この2冊は、異端新聞の教科書的存在で、特に校舎の本については何度も印刷され、200年以上経った1607年にも、再印刷されている。なお、ギーの、異端新聞の指針に関しては、この本が登場する前から、 かなりの異端新聞官が書いた多くの異端新聞の手引き書きが土台となっている。この中で知られているのが、1240年代前半に、タラゴナ大主教ペドロ・ダルバラの命令によって、ペーニャ・フォルテが執筆した、ペドロの助言、1240年代以末から50年代初頭に、かけて、二人の異端新聞官ギオーム・レモンとピエール・デュランが書いた、ナルボンヌの訴訟手順。 13世紀後半の作者不詳の異端審問についてである。この種の異端審問制度は、ドイツやスカンジナビア諸国など、北ヨーロッパへも拡大していったが、ほとんど定着せず、場所によってはより穏健な形のものに変容していった。また、イングランドでは、異端審問はほとんど行われなかった。中世の異端審問が、どれほどの規模で行われたのかは正確に知ることは、 困難だが、現代の人々が想像するほど、頻繁に大人数の処刑が行われたとは、考えにくい。記録によれば、中世異端神門が最も活発に行われた1233年に、南フランスの異端神門官に任命された、ロベール・ルプティは、数百人に家計を宣告したが、刑罰が過酷すぎるという理由で1年目で、解任された。有名なベルナールギーは、 イタン新聞を16年間の長きにわたって、勤めたが、死刑を宣告したのは40件に過ぎなかった。スペインのイタン新聞イタン新聞の歴史の中で、特筆される、スペインイタン新聞は、中世のイタン新聞とはまた異なる性格を持つもので、ある。15世紀の終わりになって、アラゴンのフェルナウンド2世とカスティーリアのイサベル1世の、結婚に伴って、 スペインに連合王国が成立した。当時のスペインには、キリスト教に改修したイスラム教徒やユダヤ教徒たちが多くいたため、国内の統一と安定において、このような人々が不安材料になると考えた王は、教皇に対して、スペイン国内での独自の異端審問機関の設置の許可を願った。これは、教皇のコントロールを離れた独自の異端審問であり、 イタン新門が政治的に利用されることの危険性を察知した。教皇は許可をためらったが、フェルナンドーは政治的恫喝によってこの許可を取り付けることに成功した。結果として、スペインイタン新門は多くの処刑者を生んだことで、イタン新門の負のイメージを決定づけ、キリスト教の歴史に暗い影を落とすことになった。ガリレオ裁判1542年。 時の法王パウルス賛成によってローマに設けられた異端審問書は従来のような教皇によって少数の異端審問官が任命されるシステムを廃止、新学者や学識の誉れ高い数奇教たちからなる委員会が特定の教説や著作に対して異端性がないかどうかを審議すると同時に各国で行われる異端審問に問題がないよう監督することを 目的として作られた。ローマの異端審問書は後に、賢者証書と解消され、教皇庁の一機関として機能した。賢者証書は、各国のよりすぐりの神学者、哲学者、教会法の専門家たちをアドバイザーとして抱え、彼らの意見に基づいて、審議を行っていた。当初は、ジョルダーノ・ブルーノの断罪といったケースも扱っていた、賢者証書だったが、 やがて個人の断罪よりも著作物を中心とした思想の審議が任務となっていき、それに伴って禁書目録の作成を行うようになった。発足以来、ローマの異端新聞書である、賢者証書の決定の及ぶ範囲は、イタリア国内に限られており、国外に対しては、禁書目録の送付や、決定事項の連絡以上の影響力を及ぼさなかった。 賢者少々の扱った事案で最も有名なものは、何といっても17世紀のガリレオ・ガリレイの著作に関する事案であった。禁書目録は廃止されて久しいが、賢者少々自体は、恐理省に解消して、現在でも存続している。スペインにおける、イタン新聞の廃止は1834年であったが、イタニ新聞という言葉は、現代においてネガティブなイメージを持った。 言葉として生き続けている。上に挙げた、以外のその他の異端審問において補足しておくと、16世紀、インドのゴアには、ポルトガル政府によって設置された異端審問書があった。インドの伝統とキリスト教を融合させようとした、イエズス会員のビリラの運動はこの異端審問書によって求断された。 キリスト教原理主義の立場に立つアルベルト・リベラは、ナチス・ドイツによるホロコーストを異端審問の位置、形態として位置づけているが、このような独自のホロコースト感は当然、大方の歴史学者たちには、受け入れられていない。また、裁判記録の調査では、異端審問で、死刑判決が下されたのは、全体の2%から12%である。異端審問に対して、 抵抗の動きもあった。例えば、1233年に、新聞館フェリエが、ナルボンヌの新町の住民を、異端者呼ばわりしたため、激怒した住民が、トミニコ会の総員に押しかけ、玄関の一部を破壊している。また、1242年にアビニョネで、新聞館以下12名が残殺される事件が起きた。さらに1302年には、アルビで、 司教ベルナールド・カスタネが締め出された事件がある。これに激怒した司教カスタネは1299年に、アルビ司教区で35人の住民を捕獲し、そのうち19人に対し終身刑を宣告し、足を鎖でつなぎ、不衛生な獄舎へと送ったのである。こうしたカスタネの熱心な痛んがりに対し、3年後に、アルビの住民は、 カスタネに対し抗議行動を行うに至った。1302年2月にトゥールーズから帰還したカスタネを市内に入れないようにするために群衆がシモンに殺到し罵声を浴びせたという。また同年末にはドミニコ会士が説教をしようとすると罵声が浴びせられ石を投げつけられたという。その結果、会士はほとんど総員から出られない状態に陥ってしまった。 また、カルカッソンヌもまた、アルビと同じぐらい、反異端新聞の動きが強く、そこで総員の委員長を務めたギーは、その大変さを、自身の本に書いている。また、1295年には、カルカッソンヌの住民が放棄し、新聞館に石を投げつけたため、ドミニコ会士らは市外に脱出している。これらは、異端新聞の制度の是正を促したかに見えたが、 最終的には失敗し、反異端審問の活動に加わった者たちは、後に審問官による必要な報復を受ける羽目になった。ありがとうございます。